はい、名作映画の解説です。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は絶壁の彼方にという映画を紹介したいと思います。これはリクエストをいただきましたので取り上げてみました。もし映画のリクエストがありましたらお願いします。できれば Amazon プライムで無料で見られるものにしていただいたらこちらも助かりますのでよろしくお願いします。この映画は1950年のイギリス映画です。監督はシドニー・ギリアットで、この映画はですね、映画通が絶賛する非常に評判のいい映画です。事件に巻き込まれていく、そういうタイプの映画になっています。で、早速あらすじから話をしたいと思いますけども、主人公はアメリカの著名な外科医ジョン・マルロー博士です。で、名前は映画の下の字幕から取っています。イギリスのロンドンに旅行している時、架空の独裁国であるボスニア国から公開手術を行ってほしいという、そういう依頼がありました。で、その国は独裁国でちょっと危険な感じがするので最初はためらっていましたけども、結局マルローは引き受けてその国に入ることになります。そこである男の手術をします。その男というのは実はその国の首相のニバ将軍でした。で、手術は一旦成功するんですけども、あと容体を見るためにいましたらガルコン大佐という男がいて、その男が一切を取り仕切っているような人物なんですけども、全然イギリスに返してくれません。その屋敷の中に閉じ込められているような、そういう感じになっているんですね。で、そのうちにその先ほどの将軍ですね、容体が急に悪くなって死んでしまいます。で、マルローは身の危険を感じてその屋敷から出ていくんですね。で、車に乗って逃げていきます。で、それはすぐに気がつかれてガルコンや軍の者が追いかけてくるんですね。で、ここから映画は逃亡劇になっていきます。で、町に行って、一旦散髪屋に逃げ込むんですね。で、そこで一応散髪してひげを剃ってもらうふりをしているんですけども、その時に他の客の上着が自分のところにかけられているのに気がついてそのまま着ていくんですね。で、町には追っ手がたくさんいますので、さらに今度は劇場に入り込みます。で、劇場で、ミュージカルみたいなものをやってるんですけど、それを見ているとですね、女の子が舞台で英語で歌を歌っていたわけなんですね。で、その国では英語は全然通じないんですね。で、その国の言葉でみんな喋ってるんですけども、それは全然理解のできない言葉なんですね。で、彼はそこの劇場にも追っ手がどんどん入り込んできたので、楽屋の方に行ってその女の子を捕まえるんですね。そうして英語が通じるので、どうにかかくまってほしいということを頼むんですね。しかしその女の子は自分には関係のないことだし断るんですけども、無理やりその女の子の家の方まで行って、そこは集合住宅みたいな感じで、その舞台演劇の人がいっぱいいるわけなんですけども、そこの2階の方にかくまってもらうことになりました。そうして結局いろいろ事情話をして2人で逃げることになりました。で、その後散髪屋で間違った上着ですね、それを着ていることからその中に財布が入っていて、その人物を訪ねることにしたんですね。で、その男は非常に大きな屋敷に住んでいて金持ちだったわけなんですけども、不正にお金を調達して持っていて、それがバレると捕まるということで、そのことで脅して協力をしてくれと頼み込むんですね。で、仕方がないのでその男は、自分には仲間がいるので山の向こうの国境を越える手配を取ってやると言って手配をしてくれるわけなんです。で、2人で逃げていって、うまくその山のふもとまで行ってロープウェイで、
上の方まで行くわけなんですね。でそこでもまた気がつかれて追っ手が追いかけてくるわけなんですけども、そこから非常に険しい山をロープを使ってまるで登山みたいな感じで登っていくわけなんですね。非常にスリルのあるハラハラするような場面ですね。そうして山を越えてある小屋の中に入っていくわけなんですけども、その小屋が実は敵の軍の小屋だったわけなんですね。で知らずにそこに入っていって結局捕まってしまうわけなんです。でそこにガルコン大佐がやってきてです、ね、逃げられないという状況になってしまうわけなんですね。でその時にラジオ放送がかかっていまして、そのラジオの中では群衆が歓声を上げてですね、で将軍を迎えるような状況を中継しているわけなんですけども、あの二馬将軍という人は手術の後に死んだはずなんですけども、実は替え玉がいて、その替え玉が群衆の前に出ているという、そういう状況だったわけなんですね。で、まあそれにしてももう二人とも助からない、このままここで殺されるような状況だったわけなんですけども、そのラジオ放送の中で突然銃声が聞こえて、その二馬将軍が暗殺されるわけなんですね。で、ガルコン大佐は慌ててですね、まあどこかと電話で連絡を取って、結局もう絶望的になったということなんですね。だからその二馬将軍が亡くなってしまうと、そのガルコン大佐も職を失って行き場を失ってしまうわけなんですね。そうして二人は解放されました。で、ラストはですね、二人で飛行機に乗って外国へ行く様子が映されています。というところで、簡単に言えばこういうストーリーになっています。で、この映画のポイントですけども、この映画は事件に巻き込まれてその後逃亡する逃亡劇の映画になっています。まあ結局巻き込まれたのは途中で出てくる女性の人と、それから散髪屋で服を間違われてしまったその男なんですけども、非常に危険な体験をその女性はするわけなんですね。だからその女の子ですけども、非常に魅力的な女の人で、非常に険しい山も多分スタントとかそういうのを使ってないような、そんな感じですね。今だと特殊撮影でうまくするんですけども、もうそのまま登っているような、そんな感じが出ていました。で、巻き添えを食った男の登場というのも非常に面白い設定ですね。この映画はヒッチコックの逃走迷路にちょっと似た感じの映画です。またその後のスパイ映画などにも似た場面があって、影響を与えたのではないかというふうに思います。で、この映画は非常に古くて白黒ですけども、1950年の映画なんです。で、日本で言えばその前年の1949年に下山事件が起きています。そういう時代背景があります。まあ面白いので一度ご覧になっていただきたいと思います。ではまた別の作品でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。